田家久と エープのファンタジスタ音谷勇気、天才的ひらめきが生む独創的サブミッションで一本を奪う、まさに技のデパート。今3連勝で次しっかり勝って、そろそろ上位の人らとやりたいなと。後進倉本和真、レスリングのエリート街道を歩み、 MMA でもデビューから3年負けなしの7連勝を記録。今年ライジンのケージではパワーボムからの壁際撲殺 KO。 これはもうやっぱケージの方がいいっすね。ケージの倉本を止められるのか。ケージの方が組まれにくいロープなんです。クラッチ組みやすかったり、ケージだと手通らなかったり。だから倉本はクラッチを取れない。またケージの方が立ちやすかったり、抑え込まれても立ち上がれる。オリンピック銀メダリストにレスリング力を全く活かせない完封勝利。そことはレベルが違うし、それが本谷選手が俺をも完封できるかって言ったら、それは話が全く違うことだから。押し通すか、いなして決めるか。打撃から強い選手なんで、もう全部ちゃんと気をつけて完封しようと思う。いい勝負じゃないかってことですよね。舐められてますねさあ、はっきり見せたいですね。前回も決着できなかったのが舐められる要因というか、今回こそはバチッと決めたいですね。武田家久を武器、しなやかさを武器、バンタム級上位陣への挑戦権をかけた絶対に負けられないサバイバル。元谷勇気 VS 倉本和真。